明日やろうはバカ野郎チャンネル。はい、こんにちは、親方です。今日もね、元気にね、やっていきたいと思います。今日もね、ご相談をね、いただいているんでね、早速ね、読んでいきたいと思います。ペンネーム親方ちゃん、ちょっとだけ好きさんから。親方ちゃん、私は13歳の中学生の女の子です。大谷選手と結婚したいです。結婚するためにはまずどうしたらいいか教えてください。私もね、女性だったらね、大谷選手とね、結婚したいよ。なかなかね、まずはね、出会うことからね、考えないとね、いけないのでね、そうだね、連絡取る方法ってあるのかね、お手紙書いても届くことはないのかな。ちょっと親方そこら辺は分かんないけど、 SNS でもし大谷選手がやってれば、送ってみるとか、ファンクラブがもしあったらファンクラブに入ってみるとか、まあ、お金がかかることだから親御さんにね、相談しないといけないのかもしれないんですけど、それよりね、まずはね、13歳だとまだね、いろんな自分でね、行ったりだとか、大人でもね、会うのも難しいと思いますけど、大谷選手もね、確かにね、素晴らしいね、男ですけど、いろんなね、男の人をね、見るというね、勉強をね、した方がいいと思います。同級生の男の子でもね、どういう考えを持ってやってるのかとか、こいつは意外とね、顔はタイプじゃないけど優しい一面もあるなとかね、この男は顔はいいんだけどちょっと性格が合わないなとかね、いろんなね、まず勉強をしてだね、それで素晴らしい大人になって、それでまだ大谷選手とね、結婚がしたくて、大谷選手もね、結婚していなかったら、していたらね、不倫はダメダメなんでね、していなかったならば、強い気持ちがあるならば、どうやったら近くにね、まず出会うことを、どうやったらね、出会えるかとかね、そういうことをね、自分で調べたり考えたりしてね、やっていただければいいと思います。なかなかの覚悟がないとね、出会うためにね、使うお金、使う時間、出会ったとしてもね、会う会わないもありますからね、今はただただ周りのね、男の子を見て、男の子だけじゃなくね、先生でもいい、大人でもいい、見てね、男の人はね、目利きというのかね、していただければね、いいんじゃないかなと思います。ありがとうね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしています。続いてはね、ペンネームジョジョ園大好き女さんから。親方こんにちは。はい、こんにちは。45歳会社員の女性です。会社の上司が50代後半の女性なんですが、どうも好きになれません。その方は何でもそつなくこなして
みんなから信頼もあるみたいです。どこがというわけではないのですが、好きにはなれません。毎日会うのでちょっと苦痛なんです。どうしたらよいでしょうか。ジョジョ園大好き女さんね、どこでもいるよね。いけすかないやつっていうのはさ、確かにいるんだよ。まあね、もしかしたらね、その人とね、なんか深い関わり合いがない、あまり喋ったことがないとかさ、まだ人間性を知らないからね、決めつけてるっていう場合もあるんですけどね。まああまり色眼鏡で見ないでね、ちょっと自分から話しかけてみてね、反応を見てね、それから決めてもいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、もしね、いろいろ話しても、この人は合わないなと思ったらね、もう必要最低限のことはね、喋る必要はないんじゃないかなと思います。どこに行ってもね、会社でも学校でも、合わない人っていうのはね、いるからね。まあそもそもね、会社っていうのはさ、お金を稼ぐっていうね、お金を稼ぐっていうね、目的でね、来てるわけだから、まあ、多少のね、人間関係のね、合う合わないをね、気にせず、お仕事はお仕事の時間でね、割り切ってやっていけばね、いいと思うんですがね。まあそれはもちろんね、楽しくやれるのが本当は一番なんですけど、そうもいかないでしょうが、お仕事の時間はお仕事の時間、やるべきこととやりたいこと、これをね、分けてね、考えてね、やっていけばいいと思います。お仕事の時は割り切ってやる、お仕事が終わったり日曜日祭日休みだったら思いっきりね、自分の好きな人や気に入った人と接する、これでいいと思いますね。まああまりにもね、耐えられない場合は、まあ、職場を変えるっていうのもありますけど、私はね、なるべくそこはやらない方がいいと思いますね。ただね、ほんとどうしてもね、合わなくてね、ストレスが溜まっちゃうっていうんだったら、すぐ変えた方がいいとは思います。まあね、どんなことでもね、これだと思ったことはね、明日やろう、今度やろう、バカ野郎ってね、まあ、この言葉をね、参考にしていただければ幸いです。今日もね、ご質問ありがとうございました。まあどんなね、どんなね、お悩み相談でも構いません。まあ私のね、お答えできる範囲でね、まあ私の感想になってしまいますけどね、お答えしていきたいなと思います。恋愛相談でも構いませんよ。私はね、恋愛マスターなんてね、言われたことは一度もありませんが、まあお待ちしています。ヘルメットよし、安全帯よし、足元よし。では皆さん、またお会いしましょう。バイ。